おはようございます。ちょっと切れちゃうな。今日はちょっとね、朝早く来ましたので、マフラーね、交換していこうと思います。交換の方法とかはもう詳しくはね、いろんな方動画で出されておりますので、まあ、そちら見ていただければいいかなと思います。今回買えるマフラーが、まあ、前回のね、車両紹介の動画でもちょっと言いましたけれども、バンス&ハインズのショートショットでございます。前回の動画でもちょっとね、エンジン音かけましたけれども、まあ、一応かけておきます。これがノーマルの音ですね。ここからどういう感じに変わるかやっていこうと思います。全体的になんか黒っぽい感じにしたいなと思ったので、これが黒いカバーですね。反対か、まあいいや、カバーが黒です。これがかっこいいですよね。バンス缶といえばこのマーク、これがかっこいいですね。なんせね、今日店のオープン前、ちょっと朝早めに来てやっているんで、オープンまでに、ね、終わらせなきゃいけないんですよね。終わるんかな。ちなみに箱の中身は説明書、固定用のステーと、まあ、あと金具。じゃあやってきます。これが O2 センサーですね。結構ね、つけっぱなしでやっちゃう方も多いんですけど、まあ、できればね、外した方がいいみたいです。あのね、上手にやらないとネジ切れちゃったりするんですよね。 O2 センサーってあれですね、マフラーの排気の中のなんかガスの何かしらのなんかを調べるらしいです。え、これどうやって外すの、これこんな硬い、いや、こんな硬いの、これ外して、そしたらこれ分かりづらいんですけど、あのこれもね、カバーになってるので、カバーを取り外します。外れましたね、カバー。まあ大丈夫だと思うんだけど、これあるんですよね、エンジンガード、エンジンガードついてるので、このマフラーのこの根元ね、ボルト外れんのかな、そのまんま。例えば前回の車両紹介の動画の中でコメント欄にね、ナナシブログさんという方がコメントくださったんですけど、まあ、コメント固定してあるんでね、ちょっとご覧ください。あのナナシさんっていう方が、元ブログをね、撮ってる方なんですけど、4月の自粛期間中に特によくナナシさんの動画僕がよく見てて、だから本当はね、あの春ぐらいに買おうかなっていうね、思いもあったんですけどね、なんだかんだで気づいたらもうシーズン終了目前になっちゃったみたいな。いや、七瀬さんコメントありがとうございました。いや、マジで本人からコメント来たーみたいなね、めちゃめちゃ嬉しかったっすよ。ちょっと来年どこかで、ちょっとツーリングを兼ねて、七瀬さんに会いに行くツアーができればいいなと思いますね。じゃあ、いつまでもたもたやってんだよ、こんなんで。よし。外れた。さあ今ね、リア側のこのね、元を外したんですけど、ちょうど見えないな、これ。この奥の方にあるんでございますよ。これエンジンガードがあるんでね、これ。届くのかしら。なんかうねうね曲がるね、こういうやつを駆使して。あれ、これこっち側どこ、こっち側届く、これ。首振りいらないな、これ。やっぱエンジンガードがね、ちょっと邪魔をしそうな、こ、あ、違うか。これエンジンガードじゃないな。フレームだ。フレームはみんなついてますからね。あれっていうことは、どうやって外すのこれ。なんか首振りヘッドみたいなね、これあった方がいいっすね。外れた。これで多分、うん、外れましたね。こっち側固定したままでも外せるんだけど、まあ配線がねじれちゃうみたいな、だから外しちゃった方がやりやすいよっていうことみたいです。真っ黒結界だけど、いいのかなこれ。センサー外したら、これをね、再利用するんですよ。これを、このリングみたいなの、で
これをね、なんか外す工具が、専用工具があるんですけど、七七さんこのまま外してたから、いけんじゃねえかなって。これで開けばいいんじゃないかな。結構開く。危なー、割れちゃうかもしんねえじゃん、これ。まあ、無事取れました。これをね、こう開く専用工具があるんですけどね。なるほど、確かにこれはもどかしいわ。再利用するんで壊しちゃダメなんですよね、これ。いや、ちょっとこれ、あれ、専用工具買おうかな。次回用に。曲がってはないと思うんで多分大丈夫だと思います。で、とりあえず忘れないうちに O2 センサーを新しい方に取り付けちゃいます。と、あとこれもですね。これまた入れるのが、またどうやんのこれ、つけるの大変だわ。こりゃ大変だぞ。曲がっちゃうかな。ケツアゴ兄さんが上手にやってたんだよな。あれどうやってやんだろうな。あはしまった。ちょっと待った。これ先に入れないと、これ先に入れないとダメじゃん。これを先に入れてからやらないと。あとはですね、このステーの部分を外して、新しいね、こっちのバンス管用のステーに取り替えて、あとはマフラーくっつければ完成ですね。じゃあバッとやっちゃいます。ということでね、仕事の時間になっちゃったんで、ランチを終えて、今休憩中なんですけど、続きやっていこうと思います。これで七七さん走ってるらしいんですけど。え、怖い。行きます。これやりすぎだな。今シェイクさん聞こえましたって言ったら、すごいバトンだねって言ってた。中で言ってた。とりあえず取り付け完了いたしました。まあ、カバーがね、黒い感じですごいかっこいいんですけど、バンス管をね、もし取り付ける予定のある方はこちらにご注意ください。これ見えます？バンドで金具で止めるんですけど、このリングの部分がね、カチャ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 当たってて、気づいたらこんなになっちゃいました。こういうね、小傷すごいつきやすいのでお気をつけください。まあ正直ね、僕はあんまりこういうの気にしないタイプなんで、そのうちつく傷でしょぐらいにしか思ってないからいいんですけど。で、コメントでもね、いただいていたんですけど、インジェクションチューニング、マフラーとこのエアクリ変えたら、まあいわゆる年長ですよね。昔はキャブ車だったんですけど、今ってもうインジェクションなんですよ。キャブじゃないのでコンピューターでその制御するんですよね。これエアクリ変えるときにインジェクションチューニングね、一緒にやろうと思います。で、僕買ったのが FP3 っていうスマホでインジェクションのチューニングができる今キットがあるんですね。便利な世の中ですね。音量にお気をつけください。動画だと伝わらないかもしれないんですけど、まあ、とにかくバカうるさい。本当に想定してたよりも爆音なんてもんじゃないですよ、これ。まあ、僕の感覚ですけど、この中にね、バッフルって言って消音材が入れられるタイプなんですよ。なんでね、まあ、一度音聞いてみて消音材は考えようと思ったんですけど、早速注文いたしました。まあ、届き次第入れようと思います。めちゃめちゃいい音ですけどね。乾いたいい音だけど、めちゃめちゃうるさいです。マフラー変えるだけでだいぶかっこよくなりますね。ちょっと黒でね、こう締まってかなりいい感じ。かっこいい。コメント欄でキャップがね、もうこれで岩手帰っちゃうんですけど、キャップと最後ツーリング行ってくださいっていうコメントをいただきました。ありがとうございます。なんとですね、ツーリング予定ございます。岩手の方にバイク戻しちゃったんでないんですけど、でレンタルバイク俺借りてあげるから一緒にどうって言ったら、あ、ぜひ行きたいっていうことだったんで、レンタルバイクを借りてツーリングという感じになります。多分ね、上越の海の方面に行くと思います。まあ、もちろんそのあたりまた動画にしますので、キャップとのねラストツーリングもどうぞお楽しみに。まあ、セカンドチャンネルで冬中ね、この48いじりながら動画撮ってきますんで、バイク好きな方、リスナーさんでいれば、リスナーさんとのね、なんかツーリングみたいなのも企画できれば面白いなと思っておりますので、
まあ、バイク好きな方はチャンネル登録をして、こちらのねセカンドチャンネルもよろしくお願いいたします。次回はエアクリとインジェクションチューニングをお送りしたいと思います。それでは。